こんにちは。ゆるつわです。引き続きですね、大人気の東京ディズニーリゾートですけども、今ディズニーランドの方で、アナと雪の女王のパレード、これがですね、今一番、話題になってます。熊本発着の、こちらが2泊3日の飛行機を使ったプランで3万3300円、これすごく安いんですけども、秘密はですね、福岡空港発着のプランを使ってます。で、熊本から福岡空港への高速バスの代金が込みです。だから熊本から、福岡空港にまず行っていただいて、で、福岡発着の飛行機のツアーに参加するということで、この価格が実現しているという形です。2泊3日ありますので、これワンデーパスポート付きです。で、1日目の夜、夕方ですね、からパレード中心に1日目は見られたらいかがでしょうか。それはもう別売りで買われたらいいと思います。2日目はツアーについているワンデーパスポートで1日楽しむと、そういう楽しみ方が一番最適じゃないかと思います。ぜひ、お問い合わせください。よろしくお願いします。